CG を使うあのアーシャを多分撮るのが初めてなので、あのすごい出来上がりが楽しみなのと、あとはなんか人生で一番写りがよく撮れるように頑張りたいと思います。お母さんにピアス買ってもらいました。シルバー。漏れてるの選んでくれるのかな、事務所が。その視点が多分これで全部見てるから。おはようございます。中川るなです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じにでふわっとしてちょっと夢の世界の感じって言って、こういうポーズとかっていうのは、まあ、ある程度なんだろう、お任せもしつつ、こういうのくださいっていうのを、AD のゆかりか、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、皆さんにどうぞ。はい、楽しみ。服の色もすごい。かわいすぎる。なんかちょっと上手上手。このぐらいバリエーションがあるとめちゃいい。私は結構いい感じ。はい、楽しいけど難しいです。バリエーションが、手のバリエーションが。おー、今のおかしいよね。うまい。かわいい。その中からね。はい、絶対あると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大丈夫。早い、めちゃ上手だから。素晴らしい。やったー。顔の動画が決まった。笑顔不思議な世界を作って、頑張ります。声のがいいかも。ちょっと顎隠れてるくらいだ。うん、ただあんま顔隠れすぎるとあれですよね、なんかの、ね、あ、そうか、CGがさらにここ周りのちょっと違うから。そうなんかこれぐらいだったらありですか。あまり楽しいね。かわいい衣装。いやすごい、ありがとうございます。お美しいです。雲をつかんで、雲触ってるみたいな感じでしょ。なんかちょっとふわっと感じがする。すごい、なんかちょっと首かしげるとか、で、なんかあんまこういう感じっていうよりはここを持って持つというか、ちょっと添えるぐらいで、ちょっとかしげる。1テイク目がね、一番いいよね。でもあると思います。かわいい。すごいかわいい。
かわいい。買ったじゃん、うん、はい、ありがとうございます。はい、私も買ってみて。上げてる方がそうですね。あるんじゃないでしょうか。大丈夫ですか。うん、ありがとうございます。はじめまして、アインです。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、一回ね、自分らしさを。はい、ありがとうございます。お願いします。あ、これじゃない。よろしくお願いします。あ、笑っちゃう。むすくち。しかもやっぱり喋ってる時のギャップもすごい。それになるとすん違う世界。カメラがその先を見てるもんね。そうそうそう、ね、これがずっと欲しかった。先を見てる。こんな褒められたことないから、ありがとうございます。ああ、いいよいいよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。また集合の時。あ、そうですね、よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。さっき見て、早く来たいってなりました。で、どんな感じだろうって。順番が最後なのがちょっとしんどいです。多分、どこがあります。修正していきましょう。はい、私の顔がそんなことない。どっちが楽なんですか。どっちでも大丈夫です。わかんないけど考えていい。なんかやってみます。ダンサーっぽい感じでいいよ。ダンサーっぽい。うん、ちょい低い方がいいですか。決まりました。お願いします。お願いしました。早瀬ノエルです。よろしくお願いします。はい、かわいいかわいいじゃない、はい、ちょっと大人っぽさもあって最年少の印象をなんかグループの中に当てれたいので、なんか手もうちょっとオーバー、オーバーなんか、はい、でも顔につけないで、はい、周りで、はい、そうそうそう、これ開きそう。そうそう、いい感じです、いい感じです。ちょっとこうぐらいのにゃんじゃなくてにゃぐらいの。はい、わかりました。ゆるいにゃん。にゃん、ゆるいにゃん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと準備ちゃんと作ります。お願いし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 ます。全然あなたマイネーム。じゃあ鈴鹿エミリだ。改めて私たちフルーツジッパーです。遅くなりましたが今日は撮影よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、うん、なんかいいね。
いい。次行くね。プリクラのカメラってくらい漏れてる。ね。ね。ラスト1枚。3、2、1。はい。はい。ありがとうございます。メンバーじゃん。メンバー。はい、ありがとうございます。はい、絶対かっこよくなる。やっぱ楽しみ。本当に楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。みんなすごい可愛かったです。今回のビジュアルのなんか作る意識は可愛いんですけど、でも今世の中にある可愛い感じだけじゃなくて、もうちょっと今ない可愛さとか、なんか可愛いの中にちょっと不思議な要素とかも入れたり、なんか意なんか とにかく今ないものをなんかその混ぜて入れて、なんか今これからの皆さんもなんかこういう新しいビジュアルにしようと思ってます。ありがとうございます。可愛い。はい、フルーツジッパーとして初めてのアーシャが撮影が終わりました。はい、フルーツジッパーとして初めてのアーシャ撮影が終わりました。お疲れ様でした。本当みんな一日本当にお疲れ様でした。でね、今日はいろいろあったと思うんですけど、まあなんといっても、トップバッターるなちゃん、はい、めちゃめちゃ早起きして入りましたよね。そうですね、8時45分にここ来ました。えらい早起き得意なイメージがあるからね。多分得意じゃねえし最初なんかアンニュイな感じでみたいな指示があったのを、ね、ルナビがちゃんとこう体現してくれて、私たちめちゃくちゃやりやすかったそう、お手本でルナちゃんだったから、うん、さすがーさすがーゆーちゃんゆーちゃんめっちゃ可愛いよ。可愛かった。え、なんかちょっと新田さんでやめてもらって、もうちょっとなんかワイワイ、なんかすごいいい女だったよ。いい女、いい女、いい女。じゃあ新しいゆいちゃんだね。本当だ、ゆいちゃんだ。今まで応援してくれてた人もね、初めてのゆいちゃんを楽しみにしててください。なんか笑わないでくださいっていうのが難しかったです。あ、すごいね。確かに妹キャラだもんね。逆だ、うん、すぐ笑わないでって言われた。なんか逆にノエルちゃんがめっちゃ得意だよね。うん、確かに。ノエルちゃん笑わないのは得意。衣装がすごい可愛い感じで、なんかキャピキャピしてるアイドルなのかなと思ってたけど、なんかアーシャはすごい本当に真顔で、うん、なんかセクシーでなんかアンニーな感じでみたいな言われたから、なんかここでギャップ見せれるなと思いました。先輩だ。よく違いますね先生。大先輩で、その後がマナフィーか。やっぱりダンスやってたからさ、ポージングがやっぱりこうダイナミックなんだけど、エレガントでさすがだなと思った。でもなんか最初ね、カレンタンのこれの写真、これだよね。そう、これを見てたから、これやってたらなんかもうちょっと動いてみたいな言われたから動いてたの、あれは。だから割とパクからパクったパクられた。パクられた。パクられた。どうパクられた。どうパクられた。これがすごい期待に気まずい。期待に気まずい。お姉ちゃんはもうね、お人形さんみたいだった。可愛かった。お人形さん反応しづらい。なんでやねん。ミニコさん、こういう服を着て撮影するのは初めて。こういうアイドルとしての衣装。いや、初めてって思えないぐらいの完成度だよね。大人っぽいし、かわいいし。何言ってんの。でも衣装めっちゃかわいい。ね、超かわいい。似合ってるよ。ありがとう。みんな可愛い。こっからね、CG が作って思うとなんかどうなるか本当ワクワク。めっちゃワクワクだよね。楽しみして。そうなんだ、イメージしか見てないけど、結構、うん、結構やばい。すごかったね。すごい言葉出てこない、ね、なんか他のアイドルには絶対ないから、うん、すごい、うん、フルーツジッパーだけの、ね、オリジナルな、ね、オリジナルな感じができる、うん、楽しみです。本当に楽しみです。ということで今日は皆さん長丁場でしたがお疲れ様でした。